はい、よろしくお願いします。今回は中学校国語形容動詞丸一をお送りします。で、前回でね、形容詞が終わりましたので、こっから形容動詞やっていきます。動画2本分ですね。で、まず1本目はポイントも含めて問題が10問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって不安なのがあれば、今からね、説明しながら穴埋めしたり問題解いたりやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、ポイントの方から穴埋めやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、毎回ね、おなじみですけど、まず形容動詞のスタートなので、形容動詞はホニャララ語で、活用がホニャララからいきます。で、この前に形容詞やりましたね。で、その前動詞やったんですよ。で、動詞、形容詞、形容動詞は1個の仲間です、全部。この3つはね、名前似てるしね、全部ね。で、どう仲間かっていうと、まず自立語です。で、自立語に関してはまだある。他にもね。あるんだけど、活用があると。自立語で活用があるグループはこの3つ。動詞、形容詞、形容動詞。いいね。で、何が違うかっていうと、その終止形の時と終わり方が違う。いい。で、形容動詞は終止形、言い切りの形にした時に、最後が2パターンです。一つは、だで終わる。ほにゃららだって。で、もう一個が、それの丁寧な言い方で、ほにゃららですで終わります。だから、ほにゃららだ、ほにゃららですとなっていたら形容動詞だと思ってください。それが目印になります。では、問題いきましょう。まず2問ね。次の傍線部の形容動詞、これ形容動詞です、2つ。の終止形、つまり言い切りを書こうという問題だね。で、まず、パソコンがさらに便利になる。これは、便利にまでが、形容動詞になります。いいね、便利にまで。で、これ言い切り何かっていうと、言い切りはだかですしかないんだよ。で、答えから言うと、これ便利はそのまんま。便利で、それにだをつければいいだけです。便利だって。いいかな、便利だです。で、次が、その問題は簡単でしたと。簡単でした。で、これどうなるかっていうと、簡単に、ですが、もともとあるんだよ。で、ですが変化して、でしに変わってます。いい？だからこれも答えは、簡単までは同じなの。簡単ってね。で、言い切りは、それが、ですがつけばいい。ね、簡単です。これが言い切りの形、終止形だね。となります。で、次の問題は、また傍線部引いてあるんですけど、それがね、文中、文の中で、主語、述語、連帯修飾語、連用修飾語、接続語、この5つのうちのどの働きをしているかっていうのを解いていきます。で、形容詞の時と同じね、この5パターンも全部同じです。で、5個書いてあるんだけど、見つけやすいのから言ってください。多分それ個人個人違うと思うんで。で、まあ、俺が思う見つけやすいやつからいきます。で、まず10番からいきましょう。どれからでもいいんだけどね。で、10番。綺麗なので持って帰ろう。これね。綺麗なので持って帰ろう。で、綺麗なので、ポイントは、のでです。で、これは形容詞の時と一緒。のでがついてたら、それは接続語になります。いいね。接続語。のでがマークになる。大丈夫かな？で、ちなみに次は、急に行こうかな。好きなのはこの曲だ。で、これも、のはがくっついてるので、のはがくっつくと、主語になります。で、これもね、形容詞の時と一緒で、のはとか、のが、これも主語の目印になります。じゃあ、後ろから順番に行こうかな。次、8番いきますね。彼女はとても親切だ。これもね、文の最後に来てる。しかも言い切ってるね。だから、文の最後になってるので、述語としての役割を果たしております。で、次は、綺麗な字を書くです。で、これ6と7、まあ、残ってるのがね、連帯修飾と連用修飾が残ってます。で、7番は、字を書くでもいいんだけど、綺麗な字ってことで、
これがここを修飾してます。で、その右側6番の問題も靴を洗うと、これでもいいわけだよ、文としてはね。でも綺麗に洗う、つまり綺麗にが、これがちょっと綺麗にが洗うを修飾してるの、詳しく言ってるからね。だからあとは修飾されてる先、字と洗う、どっちが体言どっちが用言ってのを考えればいいので、こっちは行こうか。じゃあ洗う、これ動詞です、洗うね。で、動詞は用言なので、用言を修飾してるから連用修飾語になります。で、こっちは字です、物の名前です。だから体言なので、連体修飾語とね、こんな感じで判断してもらえたらと思います。大丈夫かな。で、ちなみにこっちは便利にとか簡単でしは形容動詞です。こっちは役割を聞いてるだけなので、綺麗にとか綺麗な、親切だ、これは形容動詞そのまんま。ただ好きなのはと綺麗なのでは、ここまでね、好きなっていい、これが形容動詞です。で、こっちもそう、綺麗なのでもここまで、綺麗な、これが形容動詞になります、場所としてはね。では、今回は中学校国語形容動詞丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、あと1本です、形容動詞あと1本あって、次はこの形容動詞の活用をね、やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。